2022年6月26日スタートの TBS 新日曜劇場、オールドルーキー。綾野剛さんが主演を務めるということで、放送開始前からかなり話題になっていますね。そんなオールドルーキーを楽しむために、オールドルーキーに原作はある、オールドルーキーの主人公のモデルは誰、オールドルーキーは実話なの、などを調査していきたいと思います。最近のドラマって原作が漫画だったり、韓国ドラマのリメイクだったりすることが多いですよね。新日曜劇場、オールドルーキーはどうなんでしょうか。調べてみたところ、オールドルーキーに原作はなく、完全オリジナルストーリーのドラマだということが分かりました。原作があると結末が分かっていたり、比べたりしてしまって純粋にドラマを楽しめないなんてことも。その点オールドルーキーは完全オリジナルストーリーなので、展開を予想しながら楽しめますね。またオリジナルストーリーということは、脚本や演出によってドラマの面白さも大きく変わってくると思うんですが、どんな実績の方が手掛けているのでしょうか。今回オールドルーキーの脚本を担当しているのは、福田康さんです。福田康さんといえば、2022年4月期に木村拓哉さんとタッグを組んだ、未来への10カウントが話題になったばかりですよね。その他にも、救命病棟24時、1999年、ヒーロー。2001年から、特命係長、只野仁。2003年、海猿。2005年、ガリレオ。2007年から、龍馬伝。2010年 NHK 連続テレビ小説満腹。2018年といった話題作を手掛けている脚本家です。そのため SNS では絶対面白くなるという声が上がっています。元サッカー日本代表の新町亮太郎、綾野剛は現在37歳。選手としてのピークは過ぎたものの、J3 に所属するチームジェンマ八王子で活躍していた。しかしある日突然、新町はジェンマ八王子の解散を告げられてしまう。移籍先が見つからなかった新町は、現役引退を選ばざるを得なかった。住宅ローンも残っているし、10歳と5歳の娘の教育費がかかるのはこれから。新しい仕事に就こうとするも、サッカー関係の仕事は軒並み断られてしまい、ハローワーク通いを始める。そして一般的な職に就くものの、サッカー以外に何もやってこなかった新町は仕事の厳しさに直面する。仕事がうまくいかず悩む新町だったが、それは家庭にも影響を及ぼす。パパが自慢だった娘たちには引退したことを隠していたため、娘たちが異変に気づき親子仲に亀裂が生じてしまう。ただ一人、妻の香菜子、榮倉奈々だけは新町が新しい仕事に挑むことを応援してくれていた。そんな新町に、ビクトリーの社長、高柳雅史、反町隆史が、うちで働いてみないか、と声をかける。ビクトリーは、新町がジェンマ八王子解散の後、移籍の相談をしたスポーツマネージメント会社だった。喜んで働き始めた新町に、高柳は若くて優秀な深沢塔子、芳根京子と組むよう指示を出す。ビクトリーでの新町の初めての任務は、ドイツで活躍するサッカー選手、宮崎重信の日本滞在中のサポート。しかし矢崎と新町にはとある因縁があり、しかも矢崎は次々と無理難題を吹っかけてくる。家族のため、引くに引けない新町は塔子と協力してこの難題を乗り越えることができるのか。
表舞台の選手から選手を支える裏方へ。セカンドキャリアで懸命に生きる新町の第二の人生がスタートする。福田康さんのオリジナル脚本とはいえ、モデルになっているサッカー選手がいるのではと思い調べてみると、黒部輝明さんが新町亮太郎とかなり近い境遇であることが分かりました。例えば、黒部輝明さんと新町亮太郎には、元日本代表、37歳で現役を引退、引退後は現役選手をサポートする職業に就いたといった多くの共通点が見られます。今作では、アスリートたちへのリスペクトとともにスポーツが持つ様々な魅力をリアルにお届けするため、実際のトップアスリートたちに緻密な取材を行っている。各話でスポットが当たるアスリートは様々だが、野球では現役で活躍する鈴木誠也選手に取材し、選手としての葛藤や、自身が所属しているスポーツマネージメントの話などを聞いた。その他、有名アスリートたちの生の声も反映。そのアスリートたちの解禁も楽しみにしていただきたい。また主人公の新町亮太郎は、底抜けに明るいキャラクターという設定だそうで、中山雅史さんや松木安太郎さんなのでは、という声もあるようです。